るねと思う。およそ300メートル先、右方向です。まもなく右方向です。決勝でオルティスに敗れて、78キロ超級では決勝でこの対戦は実現しませんでしたが、超えたくても超えられなかったアグベニュー、今回は金メダル獲得。新井との対戦、どういうところ大事になりますか？まずですね、アグベニュー選手引き手の…目的地周辺です。音声案内を終了します。
目的地周辺です。音声案内を終了します。この先一時停止があります。関越自動車道を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。支払い料金は3,800円。およそ